タミヤさんのブースにね、このヤリスのラリーワン展示してあってね、これがめっちゃかっこいいんですよね。やっぱね、注目を集めてみたりね、おお、ちょっと ローアング撮影はちょっとやめてもらいたいです。ちょっとスカートの中に、いや確かにエロいけど、いやこれより先しちゃダメよ。ダメですか。ダメです。めちゃめちゃかっこよくないですか。かっこいいねこれ。いやというわけでタミヤの砂原さんです。どうも。ラリーワンかっこいいね。なんか実写来るって聞いたんでちょっと僕見に来たんですけどね。僕もこれ去年あのラリージャパン見に行って、はい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 、ラリージャパン見てたらなしれっとトヨタのブースにあのボディが飾ってあって、あ見ちゃいました。びっくりしてさ、あの一回スルーして、はいはい、帰ってきたらあれ違うじゃんってなって、あれ気づいちゃった。そう、さすがです。あれびっくりしたわ。ちゃんと告知もしてなかったからさ。そうなんですよ。実は内緒でしれっと、多分その後のライブ RC ライブぐらいで、ああそうだね、回線がちらっていったんですけど、あれなんかあのラトバラさんが持って帰りそうになったらしい、ね、マジですか。おあのラトバラさんがそれマジですか。あの勝手に持って帰ろうとしてたらしい。それはどうなんですか。でもそんぐらいかっこよくできてた。そうありがたい。はい、というわけで実はこれ今年バージョンなんだよね。なるほど、詳しいです。結構ダリー好きなんで。やっぱそうです。そう。なんでタミヤさんが出るのは今度去年バージョンで、そうです細かいということはあのもっこりが、あ、ね、そう。エアダクトが。おーっと思ってわざわざついてんだけど今年から実はないという。まあそういうことも、はい、まあ、ありますよ。いい。まあまあ取れば取ってあのステッカー黒くすれば。いや、まあ、いけるんじゃない？いやでもこれ。めっちゃかっこいいですけど。ね、実はRCもかっこいい。あっち、ああ、行きますか、あっち。いいですか、行っちゃう。ちょうどこの、実写があった、反対側。ここね、こっち。でーでーん。おー、見てください。天井、もう、はみ出そうです。はみ出た、はみ出た。はみ出た。これ、ずれたんじゃなくて。躍動感。あ、飛んでるんだ。躍動感。これのローアングル撮ってよ。あ、ここはローアングル、ギリ OK。ギリ OK です。スカートの中も砂原さんがさっきこのくらいの角度、そうやっぱり下から撮った方がやっぱかっこいいような気がする。わかんないですけど。いやこれ再現度なかなか、さすがタミヤさん、比べてみる、本物と並べても全然いけるね。あっちの手もいいね。え、あっちに1台置いててもいいよ。はい、というわけで今回は展示も、あー、ラリーのゲートね。スタートゲート。最近タミグラでも結構タミヤグラとかあのイベント関係ゲート置いて、実はあのスプリングガットとかの、ね、それぞれこの仕様が違うんですよね、この模様が。あ、もう、あ、ちゃんとイベントごとに分けてやってるんだ。実はあのビッグイベントに関しては、あ、実は種類分けて。いや、その辺はあのお客さんも喜ぶよね、多分。まあ記念撮影でぜひあの例えば、はい、スプリングカップ来たぜみたいな感じで、ね、撮ってもらえるとすごい嬉しいですね。あ、いや、まあ自分の車ここに並べたらかっこいいもんね。そうなんですよ。しかもタミヤがこのサイズで作ってるんですけど、はい、ギリギリ2台置けるんですよ。あ、並べれるんだこれ。ギリギリ2台置けるんで、例えばお友達と来たぜって時に並んで置いていけたり。まあ今回はタミヤラリーグランプリっていうあれになってますね。ジャパンシリーズだ。かっこいいな、本当にラリージャパンっぽい感じだね。スタートしたね。この辺のスポンサーデカールもすげえかっこいいな。いやー、まあ僕もちょっとね、僕気になる、気になるんだけど、セリかかっちゃった。あ、セリかかっちゃった。あら、セリかかっちゃった。こっちは世代的にやっぱセリかいっちゃった。あ、まあ、気持ちはわかる。おっさんなんで。確かに。まあでもこれもかっこいいよね。ぜひ。はい、というわけで今回はこれタミヤのね ET02 で、はい、ラリーワンのねハイブリッド現行車両が出ましたよということで、まあこれもちゃんとこれが別パーツであったりめっちゃかっこいいんでね。なんか空力も結構いいらしいねこれ。これですか。ねえ、なるほど。ぜひエアダクトつけて走行してください。あ、ここね、これね。ぜひ。これポリカでできてるんですか。これ樹脂？成型品。成型品なんだ。あ、はい。はい。このなんだっけ、これハイブリッドの冷却用のダクトらしいね。ハイブリッドシステム。冷却エアダクトですね。確かに。なんでこれは樹脂パーツで別体でついてます。特殊のやつもうないんですね。そうなんです。そうそうね。せっかくついたのにね。はい、というわけで、はい、これはヤリスのラリーワンハイブリッドでした。
や砂原さんありがとうございました。いやすいません、いや僕ただ撮影してただけ。あそうだね、あ ローアングル趣味で撮ってただけだからね。津田ぴょんさんに今邪魔されたんでもう一回撮ってこようもう一回撮ろうかな。ありがとうございます。はい、というわけでじゃあ土日来る人はね、はい、ぜひローアングル撮影を、はい、一緒にローアングルしましょう。ローアングルいいかなこれ、もういいよね。そうですね、このローアングルかっこいいんですよ。かっこいい、ほらもういろんなとこ見えちゃう、丸見えですねまあ低すぎには注意で、あ低すぎ注意で、はいはい、というわけでこの辺ね実写をジロジロ眺めれるんで、はい、じゃあ砂原さんありがとうございました。さよなら。かっこよ。